スクールボーイ Q はアメリカ合衆国のラッパーである。ドイツで生まれ、その後ロサンゼルスへ移住した。トップドーグエンターテイメントに所属し、ヒップホップグループ、ブラックヒッピーのメンバーでもある。2008年にミックステープ、スクールボーイターハスラー。2009年に、ギャングスターソウルをリリース。2011年1月に、トドからデビューアルバム、セワックスをリリースする。 2012年には2作目のアルバム Habits and Contradictions をリリース。2014年インタースコープから3作目となるメジャーデビューアルバム Oxymoron をリリースし全米1位を記録する。その後4作目のアルバム Blank Face LP5 作目 c ラ a s h Talk をリリースしている。レッドカーペットでのスクールボーイ9986年10月26日。 スクールボーイ級こと、クインシー・マシュー・ハンリーは、ドイツのビースバーデンの軍事基地で生まれた。彼が生まれる前に、両親は離婚しており、父親と共に数年間テキサス州に移り住み、その後カリフォルニア州に定住する。彼は、カリフォルニア州ロサンゼルスの南中央部、フィゲロアとフーバー通りに隣接する51番街で、育った。スクールボーイ級は、ストリートギャングに参加し、 麻薬の売人となる。また、6歳から21歳までアメリカンフットボールをしていた。10代の頃から詩を書き始めたが、21歳になるまでは本格的に始めたわけではなかった。2006年にカーソンを拠点とする独立系レコードレベルトップ道具エンターテインメントのスタジオでレコーディングを行い、彼らのとコラボレートするようになる。2008年7月29日、 初のミックステープ、スクールボーイターハスラーを g d インクからリリース。2009年にはミックステープ、ギャングスターソウルをリリース。その後トップドーグエンターテイメントと契約を結び、レーベル仲間のケンドリック、ラマー、J- ロック、アブソウルとブラックヒッピーを結成する。2011年1月11日、トドからデビューアルバム、セワックスをリリースする。 スクールボーイ級2012年1月14日、2作目のアルバム、Habits and Contradictions をリリース。2012年、トップドーグエンターテイメントが、インタースコープレコーズとアフターマスエンターテイメントとの、ジョイントベンチャー契約を締結し、スクールボーイ級は、メジャーレーベルのアーティストとなった。2014年2月25日、3作目のアルバム、オクシモロンをリリースし、 ビルボード200で1位を記録する。アルバムからは、楽曲、コラードグリーンズ、マン・オブ・ズアイヤー、スタジオ、ヘル・オブ・エーナイトなどが、次々とヒットした。第57回グラミー賞では、最優秀ラップアルバム賞にノミネート、楽曲、スタジオが最優秀ラップ、サングコラボレーション賞にノミネートされた。2016年7月8日、4作目のアルバム、 ブランクフェイス LP をリリースし、ビルボード200で2位を記録する。アルバムからは、カニエ・ウエストをフィーチャリングした、楽曲、ザット・パートがヒットした。第59回グラミー賞では、最優秀ラップアルバム賞にノミネート、楽曲、ザット・パートが最優秀ラップパフォーマンス賞にノミネートされた。二千十九年四月十六日、五作目のアルバム、クラッシュトークをリリースし、 ビルボード200でサインを記録する。SXSW に出演するスクールボーイ、Q スクールボーイ Q は多彩なラップスタイルで知られている。LA ウィークリー氏はアルバム、セバックスについて、彼のラップはまるでシリーパティのように母音を伸ばしたり、単語をスラスラ喋ってからダブルタイムに戻ったりすることを得意としていると指摘している。スクールボーイ Q は影響を受けたアーティストとして、 なぜ、50セント、JG、ザノートリアス BIG、クラップと、2パックを挙げている。いくつかのインタビューでは、50セントがラップと音楽のキャリアを真剣に始めた最大の理由だと述べており、50セントは自分の人生を救ったとまで言っている。コンプレックス誌のインタビューで、スクールボーイ級は JG からライムスタイルを得たと語っている。また、2012年のインタビューでは、 50セントから多くの攻撃性を得たと述べ、彼は基本的に俺のスタイル全体を生み出したと付け加えている。ライブでのスクールボーイ Q スクールボーイ Q はツイッターで自身が部分的にホンジョラス系であることを明かしている。スクールボーイ Q は曲のタイトルなどアルファベットのエッジの未来文字にするのが恒例となっている。その理由についてハイパワー。 X ヒッピー、エフーバー、X ヘブンヘル aka m イ Life イとツイートしている。スクールボーイ級は野球チーム、ロサンゼルスエンゼルスとサッカーチーム、サンフランシスコフォーナイナーズのファンである。セカンドアルバム、ハビッツコントレディクションスから、ホースアルバム、ブランクフェイス LP の時期は、よくバケットハットをかぶっており、トレードマークとなっていた。 スクールボーイ級には二人の娘がいる。長女のジョイス・ジョイ・ハンリーは2009年4月24日に生まれ、次女は2019年1月4日に生まれた。スクールボーイ級はいくつかの曲で、ジョイについて言及しており、ミュージックビデオのいくつかにも出演している。2007年、当時は公表されなかった犯罪で逮捕され、6ヶ月間刑務所に、 入れられそのうちの半分は自宅軟禁で終わったと語っている。レディットで家宅侵入に関連していたことを明らかにしたが、詳細は明かさなかった。インタビューで10代の頃にどんな仕事をしていたかと聞かれたとき、ドラッグの販売、窃盗、ギャングバンギングをしていたと認めている。2011年3月、サウスバイサウスウエスト音楽祭で逮捕され、マリファナ所持のために拘留された。 2009年、スクールボーイ級は、ラッパーの40グロックと短期間ライバル関係に、あった。スクールボーイ級は、エゼルと題した、ディストラックをリリースし、40グロックのギャングバンギングに疑問を呈している。スクールボーイ級は後にビデオインタビューで、彼は、ブラザーの大河について、嘘の発言をしたんだ。彼は、たくさんの嘘や噂。 子供じみたことを知っていて本当に気に入らなかったし、このピエロに見下されていると感じていたから、吐き出さなければならなかったと語った。スクールボーイ9は、もう終わったんだ。俺は自分がするべきことをやった。俺は自分が言うべきことを言った。そしてもう彼のことをディスることはしないと述べている。ありがとうございます。